ジャーク・ヒニズドフスキーは、アメリカの画家、版画家、彫刻家、元創定家、そして挿絵家である。ポーリッシュ系のコラブ紋章を受け継ぐ、貴族家系書演の、ウクライナ、テルノーピリ州に生まれた。ワルシャワの W、アカデミー・オブ、ファインアーツ・イン・ワルソーとクロアチアの首都ザグレブで、教育を受け、1949年に合衆国に、渡ってから、あと、数百点の絵画、 および300点を超えるプリントを制作した。ルネサンスの彫刻家、アルブレヒト・デューラーと、日本の規範画に強く刺激を受けた。初期の作品に見られるこれらの影響は、彼のウェブサイトのリフレクションズとウッドカッツのページで見ることができる。ヒニズドフスキーの木彫り作品のほとんどは和紙に印刷されており、英語では間違って、ライスペーパーと訳されているが、実際は、 カジノキから手作りされるものである。紙に埋め込まれたカジノキの樹皮の繊維の繊細さから、キートに例えられる、この美しい手作りの紙の生産工程を、こちらのリンク先から見ることができる。ヒニズドフスキーの木彫りは、植物、動物が頻繁に描かれているが、この主な理由は、合衆国到着後の初期の資金不足、人間のモデルに支払う予算がなかったことによる。はじめは、 人間の代わりであったのだが、その後は彼の主要な題材となった。ヒニズドフスキーは題材を探してしばしば訪れたため、ニューヨークの植物園でよく知られた存在だった。日本の木彫りに強く影響を受けたヒニズドフスキーは単身、そして家族とともに実際に日本に滞在した。北島サブローの大ファンであったという彼の人柄が伝わる。 個人的なエピソードを未亡人とのインタビューから紹介する。日本は生涯徹してヒニズドフスキーを魅了し続けたが、70年代に2年ほどたまたま日本に滞在していた生物学者であり、彼の作品の収集家でもある友人を訪ねた。たくさんの写真、布と一緒に持ち帰ってきたのは北島サブローのレコードで、これが家族中を演歌好きに巻き込む始まりだった。 現在未亡人の家には、北島三郎以外に、岡春夫、昭治太郎、藤山一郎、五木博士、森慎一など200を超える演歌のカセットがあり、ヒニーズドフスキーのお気に入りは、小林幸子、八代昭、森正子と、島倉千代子などで、スタジオでは、いつも演歌が流れていた。参加していた芸術コロニーで、北海道出身のアイヌ人アーティストと出会い、 和紙の作り方を教わる。スタジオを訪れたそのアーティストは演歌を聴いて涙を流したそうだ。黄金の日々から始まった日本のテレビドラマへの思考も日にズドフスキーがなくなるまで続く。特におしんが好きで VHS 以前は土日のどんな正体をもドラマ観覧のために断り、年末も紅白歌合戦のために 家以外で過ごすことはなかったという熱狂ぶりだ。こういった日本の音楽と文化、そして思想への系統はついに、ヒニーズドフスキーに日本式の総裁法を選択させる。これは後に、ウクライナでのヒニーズドフスキーの納骨を可能にしたため、素晴らしい選択だったと家族は感じている。彼の灰は1985年に亡くなってから20年後。 ニューヨークのストリート、ジョンザ・ディバインから、リビウの W、リチャキフスキーセメタリーへ、ウクライナに戻った。ヒニズボフスキーの未亡人と娘が1979年に、日本へ来た時、娘は、彼女の目には少なくとも100ポンドの重さはあるかと思われる足のロールを、引きずって歩いた、東京の通りを覚えているという。彼女も、父親と同じく、日本に深い思い入れがあり、 日本の目で物事を見ているという、ありがとうございます。